東京マーケットワイド生放送でお送りしています。日経平均現在は278円安となっています。この時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。いい天気になりましたな。そうですね、もう秋ですね。そうですね、ちょっとね火山が噴火したりですね、地震が起きたりなんかちょっと心配なんですが、相場の方もちょっと今日はね弱いようなんで、どうですか。そうですね、中国株の方、上海株の方ちょっと下げ幅拡大してまいりまして、それがきっかけと、5番からの下げ言われてるんですよね。2時からどうなりますかね、再開ね、5番ね、はいはい、さあ今日のお話は。はい、そうですね、とりあえずスケジュールの方から入っていきたいと思います。スケジュール、今週はご覧の通りでございまして、もうイベントが2つ、大きなイベントが控えておりますので、14、15が日銀の金融政策決定会合ですね。それから、16、17がアメリカの連邦公開市場委員会FOMC が16、17でございます。でそれで日銀の金融政策決定会合の方はですね、利上げがちょっとこう追加緩和がですね、利上げじゃない、追加緩和がですね、あるんじゃないかというふうな見方が強まっておりまして、これはこの9月でなくて10月にあるんじゃないかということで、原油安とか円安一服で 2% の物価上昇目標がですね厳しくなっておりますので、あと中国経済減速しております、その影響は気になります。あと6月下旬からのですね株価下落がございまして、11月4日は日本郵政とかゆうちょ銀行、かんぽ生命保険とかの上場もございますので、それも成功させなきゃなりません。それで需給市場から1兆1000億ぐらいですね、国内から吸い上げられますので、その影響もあって、株価の方の方にはマイナス影響になってまいります。あと8月中旬から天候不順ということで、数え上げればですね、キリがないんですけれども、懸念要因がいろいろございまして、といったところで、10月、追加緩和を行うんじゃないかと。黒田日銀総裁の方は割と抜き打ちで、追加緩和するんですけどもだからもしかしたらこの9月もというのもあるんですけど、期待しない方がいいと思いますよ。そうですね、期待しない方がサプライズがあってよろしいかと思います。それから、16日17日のアメリカの FOMC ですね、こちらの方は利上げするのかどうかですね、どちらかというと9月利上げ説はちょっと後退しております。中国景気の減速などで後退しておりまして、次は10月の27、28、そして12月の15、16ということになっておりますが、さてどうなりますでしょうか。ここのところずっとですね、市場の弱い動きが続いてまいりましたので、このあたり FOMC あたりでですね、材料を一旦出尽くしという形で、上がるというのが、多くのシナリオなんですけれども、さてどうなるでしょうかというところです。百貨店売りだけだかは週末の方もこちらの方は注目したいかなと思います。連続してプラスが前年同月で続くかどうかというところですね。それでは株価指数の方をちょっと見ていただきます。ニューヨークですね。そうです、ニューヨークダウです。ニューヨークダウの方はご覧の通りになってまして、こうずっとですね、上昇してきたんですけれども、リーマンショック後、2009年3月の6547ドルからですね、ここでずっと6月頃から下がってきて、こういう形、大きくするとこういう形、直近ちょっと三角持ち合いみたいな形になってまして、売り方と買い方の勢力拮抗してまいります。ちょっと9月上行きかけたんですけども行けずという形なんですけれども、この急落後のこういう短期的な三角持ち合いというのはどっちかというとちょっと下行く可能性もあるんですけども、どうなるかなという感じですね。それから日経平均株価はこのような感じ、こちら再び安値を割ってきて急反発ということで、この急反発、9月9日のこの急反発ですね。で、ちょっと下向きの勢いがそがれたという感じで、今日ちょっと下がってますけども、とりあえずこの辺りの下値を固めるような感じかなというか思います。それから業種別株価指数はご覧の通りでございまして、ディフェンシブ系ちょっとこう売られてますね。それから銀行とか建設は堅調です。ということで、持ち高をですねちょっとこうリグってるのを減らして、かなり減らしてるのを増やすという形だと思うんです。
ですけども、外需の方はまあ精密を除いてですね、こう輸送用機器、自動車とか電気とか機械というのはちょっと下げしぶりつつあるんですけど、まだちょっと不透明。一方、その大きく減らしておりましたこういった素材型の非鉄とか石油とか鉄鋼とかがちょっと、相対パフォーマンス良くなりつつあると。卸売大手商社ですね、こちらの方ちょっと上向きつつあるということで、まあそういったところの方向がまあ順調にいけばそういったところが大きく戻すという形になるんですが、さてどうでしょう。はい、それから投資対部門別の売買動向なんですけども、海外投資家はずっと売り越してまして、ね、ご覧の通り売り越しですよね。そうなんですよ、4週連続の売り越しで8月月間で1兆1582億円、売り越したという形になってますね。ちょっと売り越し幅は縮小はしてまいりましたけども、はい、あと年金が経営しております信託銀行、こちらの方が2週連続の買い越しで5183億円2週で買い越しているという形で、まあ、ちょうどその国内投資家買いの海外投資家売りが鮮明になっているという形ですね。はい、はい、さて、それ、はい、そうですね、銘柄の方ちょっと行きましょう、はい、今日は10銘柄です。はい、絞り込みましたね。そうなんですよ、10銘柄絞り込みましてですね、表はご覧の通りでございます。はい、ですね、まずその年初来高値から安値まで、下落率が 15% 以内、そして直近まで 10% 以内で比較的堅調な銘柄を5銘柄、そして、下落率、まあ、これ上位何位とかで取ったんで、下落率が 38% 以上、直近まで 30% 以上大きく下落している銘柄ということで、5銘柄を選んでいました。それで、まあ、ご覧の通りなんですけども、大成とか日進坊、これは大手ゼネコンですね、日進坊は繊維の大手ですけども、こちらの方は、自動車向けのですね、ブレーキの摩擦材とかがこう売れているということで、あと東レ、こちらの方は炭素繊維のトップですよね、それからパイオニアなんかはちょっとこれは底値圏からちょっとこう出直ってきているところなんですけども、これは、1台300から900万と高価だった自動運転用の3次元計測装置を光やピップアップ技術を生かしてですね、安く製造する、技術を作ったということで、2018年以降製品化するということなんですね。それから NTT データ情報システムの開発大手でございます。こちらの方はまあマイナンバー制度関係で業績伸びております。まあ、IT ゼネコンの一社ですねと言われる、はい、ところですけども、あと大幅下落銘柄はですね、まあ、たくさんあったんですけども、このサムコですね、こちらはシリコンウェハー、半導体の元となりますシリコンウェハーの最大手でございます。それから神戸製鋼はご存知、鉄鋼大手ですけども、建機と建設機械とかですね、こちら中国でちょっと不調なんですけれども、あとこの発電所なんかも運営しています。あとナブテスコ、こちらの方は油圧機器、精密減速機なんですね、産業用ロボット向けのシェアが6割ということで、あとは機体の飛行機のですね、機体の姿勢を制御するフライトコントロールアクチュエーターというもので、世界の4強の一つになっております。それから THK はこちらの方は直動システムですね、機械とかに使われ工作機械とかに使われます、直動システムの世界トップでございます。あと日本光電工業は脳波系とか心電系モニターとか医療機器の専業でございまして、心臓麻痺とかするときにこうよくこうビルとかに置いてます AED ありますね、あれの大手でもあります。ということでこう5銘柄ずつ選んでみました。ということで1銘柄ずつちょっと見ていきますと、東レですね、まず上昇堅調銘柄で東レ、これずっとですね、これ去年の秋に上がってからずっとこの、1000円を挟んだもみ上げが続いてて、一旦上に行きかけたんですけども世界株安で下がった、まあ、ただ踏ん張ってですね、この52周線この線なんですが、この線とかその直近の安値は下回らずに現在踏ん張ってるんですね。現在この水準だと思うんですけども、まあ、なんとかここで踏ん張ってるとですね、再びこう上持ち合いを上に離れる動きになってくるのかなという感じで期待しています、この辺りが948円ですよね、これ上が1076円でここが1126円ですので、まあ、こういったところ、まあ、炭素繊維の将来性、まあ、ボーイング向けとかですね、将来性を見てですね、
業績大幅拡大ということで注目したいと思います。あとはナブテスコですね、下落率の大きかったところ、ナブテスコ、先 の, あの航空機の姿勢をこう制御するやつとか、はい、ロボット向け の, あのこう関節部分のを作っている会社ですけども、これがですねずっとこう今年の3月から下落基調が続いてまして、ここは2221円書いてませんけども9月4日つけてます、2221円。でこれどこが戻りの目処かなということで、この2793円1月7日とかですね、年初のこの3050円ってこう書いてないですけども、12月があるんですけども、だいたいこの水準2800円から3000あたりが戻りの目処になるのかなというふうに思います。この52周線が2955円ですので、まあ、そのあたりも目処になるかなと。だから割とこの、まあ、少なくともですね3分の1戻しとかですね、そういうのを目処にして、まあ、この水準、大体この上昇相場の初期段階のですね、揉み合い水準からこうまで下げてきてますので、まあ、ほぼ行ってこいということで、まあ、お里帰りしておりますのでね、だからこのあたりはちょっと買い場になってくるのかなと、まあ、業績が一時的にちょっと伸び悩んだんですけども、はい、ちょっとこう業績表を戻しますと、今期は 1.1% 増益、来期は 4.7% 増益なんですけども、PR がちょっと割高だったんですけども、今回の下げでですね、まあ、そこそこの水準まで下げてまいりました。配当利回りも 2.6% ぐらいということで、そこそこ配当利回り悪くないので、まあ、ちょっと仕込んでみて業績好転を待つという形かなというふうに思います。まあ、こういった感じで、まあ、例えば堅調銘柄から数銘柄、大幅下落している銘柄から逆張りで数銘柄を選んでポートフォリオを作っていただくというのも一つ、やり方としては面白いんじゃないかなと思います。なるほどね。まあ、相場がちょっと波乱含みなんですけどもね、なんとかこう対応していきたいなと思うんですけども、これでこそ、まあ、いい銘柄選びと、そうですね、こういうことですね。はい、はい、ポートフォリオを作っていただきたいというふうに思います。そうですね。はい、どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。株スタ7110から内藤証券浅井陽三さんに伝えていただきました。